そして、まあ、そっていう、ね、旅行プランも組みやすいということで、旅行者数を仕上げる要因となっています。またもう一つあるんです。こちら冬のボーナスが増加傾向にあるということも要因の一つと。ちなみに皆さん年末年始どこか旅行の予定ありますか？旅行先をちょっとここで見ていきたいと思います。まず海外です。欧米やハワイ。